シャル釜山、つまり福岡釜山、そして日本韓国、この架け橋になる、こういったコンセプトでできるのが今日のブリッジタウンでございます。今回ブリッジタウンがこのインキューブに施設にできるということでですね、本当に韓国の話題のエステですとかコスメ、雑貨、こういったものが気軽に手に入るようになると、いうことでございますから、またより一層ですね、福岡の女性が綺麗になっていくんじゃないかなと。両国間文化と経済の活用の役割を重要な機会になると、代表取締役社長を参上よりご挨拶させていただきます。ブリッジダウンのオープンです。皆様一斉にハサミをお入れください。それではどうぞ。日本の、ね、女の子たちも可愛いとか言ってね、韓国の、コスメの商品というのはですね、今非常に注目を日本で集めています。それは、韓流ドラマ、それから韓国の例えばカラとか少女時代とか、そういうアイドルもたくさん出ていますし、それから、例えば、日本にはないですね、いろんなそのコスメが、しかもお値段もお安く手に入るということで、日本のやはり、若い女性などにとってはですね、非常に韓国のコスメに関心が今集まってきております。